アンタキアはトルコの都市。古代シリア地方北部の主要都市アンティオキアの後ろ身であり、歴史的シリアの内トルコ領に編入された地域にあたる破隊圏の県都となっている。1997年の統計で人口約14万5千人。ラテン語名はアンティオキア。シリアアラブ共和国からトルコ共和国、破隊圏を経て、 地中海に注ぐアスイカは中流の河詞に位置し、シリア地方北部の政治、経済の要衝である。しかし、市内には古代以来の建造物はほとんど残っておらず、博物館に集められたローマ時代のモザイクや、郊外にわずかに残る古い教会から、わずかに古代を忍ぶことができるのみである。アンタキアを中心とする、ハタエ県は、元来、シリア地方の北西部にあたり、 住民のかなりの部分がアラブ系の羊を持っているとされる。この地方は現在もアラビア語のシリア方言とトルコ語の多言語話者が多い。ローマ時代の市街地。都市は川と山に守られた平野部に位置していた。アンタキアの前身アンティオキアは紀元前4世紀にセレウコス朝、シリアによって建設されたヘレニズム都市でセレウコス朝の首都として繁栄を極めた。 紀元64年に、ローマ帝国によって征服された前後から、初期キリスト教の布教の拠点になり、後に、五大宗主教座とされた。その後徐々に衰退し、7世紀にイスラム帝国の手に移って以降、北、シリアにおける政治、経済、宗教の中心は、内陸のダマスカスやアレッポに移った。その後、東ローマ帝国、セルジュークアサ、 アンティオキア公国の支配を経て1286年にマムルーク朝が征服。イスラム教の支配の下でアラブ化、イスラム化が一層進展した。1516年にはオスマン帝国がマムルーク朝を倒してシリア地方を征服した。オスマン帝国の下でアンタキアはアレッポ州の一地方都市となりトルコ人の多い北のアナトリア方面との関係から トルコ系住民も流入した。1910年のアンタキア第一次世界、大戦終結時、イギリス軍の進攻はアンタキアまで達せず、オスマン帝国のもとに保持されていたが、アラブ系住民による独立運動もあって、トルコ革命によるトルコ軍の奪還は及ばず、アンカラのトルコ大国民議会は1921年にフランスと条約を結んで、シリアと共に、 アンタキヤの領有を放棄した。フランスはアンタキヤを含むシリア北西沿岸部を委任統治領シリアに編入し、アレクサンドレッタ県を置いたが、その人口の過半数がトルコ系住民であったことから、トルコではこの地方のトルコ編入を求める声が大きく、フランスとトルコの間の外交問題となった。やがて、 トルコとアレクサンドレッタ県のトルコ系住民は、アレクサンドレッタ県とその中心都市であるアンタキアを、当時のトルコの歴史観において現トルコ人の国家と、みなされていたヒッタイとにちなんで、ハタイと呼称し始め、トルコ系住民による政治組織、ハタイ人民党が結成されて、トルコへの編入運動を行った。ハタイのトルコ系住民は、トルコ共和国の近代化改革に追随して、 トルコ民族意識を寛容し、トルコの文字改革を取り入れてトルコ語をラテン文字で書くようになった。独立破隊の国旗1936年、フランスはシリアを近い将来に独立させることを承認したが、アレクサンドレッタ県は、トルコ政府とトルコ系住民の反対運動にも、かかわらず、フランス委任党治領シリアの北部に予定されるシリア共和国に編入されることが決まったため、 トルコは国際連盟にこの問題を提訴した。連盟は破体自治州を設立し、トルコ語を公用語として自治政治を行う代わりに財政、外交をシリアに管理させる仲裁案を提示1938年に独立を前に最初の選挙を行うことを決定したが、この情勢下であくまでトルコへの返入を求める推進派と反対派の間で、 流血事件が続発し、貴族問題は混乱した。1938年8月に実施された、タイ議会選挙の結果、議会では、トルコ系住民の議員が過半数を占めた。トルコ系議員は独立タイの樹立を宣言し、翌1939年7月、トルコへの併合を決議した。結局、第二次世界大戦を目前にしたフランスは、トルコが、 ドイツイタリアの数軸陣営に接近することを恐れて、情報ハ破イのトルコ貴族を認めた。ありがとうございます。